マヒルの暗黒の初版、マヒルの暗黒はアーサー・ケストラーの政治小説。1940年に刊行され世界でベストセラーになった。タイトルは、ジョン・ミルトンの詩、サムソンの一節、ああ暗い、暗い、マヒルの炎の中にいても、から取られた。革命家であり、現在は革命政府の養殖にある主人公ルバショフ。彼は政府トップの地位にある、 ナンバーワンによる粛清の標的にされ、でっち上げられた容疑で逮捕されて収容所に送られてくる。帝政ロシアの元将校である隣室の囚人と壁を叩いた音によって会話を交わしながら彼は収容されるまでの経緯を追想する。かつての友人イワノフが彼の判決と命運を左右する地位についていることを知った彼だったが、さらに彼の前に現れたのは 新しい革命世代の男グレトキンだった。グレトキンの取り調べを受ける中で彼は、自らの意志で、でっち上げられた罪を自白していく。スターリン時代のモスクワ裁判をモデルにしており、主人公ルバショフは、ものの考え方は、ニコライブ・ハーリンをモデルとした。人柄と風貌は、レフトロツキーとカール・ラデックを合わせて作ったトケストラー、自身が述べている。ABC 中島健二 役者あと書き、まひの暗黒岩波書店、岩波文庫、2009年 AB 村井厚氏脚本家、橋本忍の世界周営者、周営者新書、2005年、P80 アーサーケストラー、ケストラー自典目に見えぬ文字彩り流、社、1993年。ありがとうございます。